だ降らぬ。この星模様ではまだ足りぬ。我は望む空の彼方より光り輝く死が飛来するのを。さあクズ星どもめ、さんざめく降り注げよ。三成か。毛利は臨戦態勢をとって行くぞ。この男は驚くほど何も持っておらぬ。我でさえ奴の私物らしい私物を見たことがない。金も名誉も部下もいらぬという。おまけに食べることにも興味がない。愉快なことだ。この男を殺すのは実にたやすい。ただ黙って見ていればよい。だがまだ死なせるわけにはいかぬ。この世に不幸が訪れぬ限り。何をしている。待たせるな。僕だってさ、一国の主なんだよ。やめねえ、やめねえ、生きてごめんなさい。さてと、蔵を連れて次は、殺すな。三成は以前豊臣の家臣を片端から殴り倒したことがある。原因は実につまらぬ。奴らが我の陰口を叩いたとかなんとか。この男は我が思うよりもずっと間抜けな男なのかもしれない。苛烈な男、皆は三成を総評する。だが我は時折、こやつはここにいないのではないかと感ずる。そう、三成は実に儚い男だ。どうした。いや、空を見ていた。さんざめくクズ星が降らぬかと。クズ星だと。ここから星は見えない。働きすぎか。さっさと休んでおけ。起きろ。いつまで寝ている。休むわけにはいかぬのよ。これを家康さんに届けるまでは。よし、このまま。どこへ行く。それは何だ。ダメだ。これは兄貴から家康さんに。さようか。